はい、軽貨物運送業を展開しております合同会社おもてなし便代表社員の椎名義晴です。今この動画でですね、トラブル現金という、テーマでですねお話をしております。今回はそのトラブルの中のですね、遅刻について、ちょっとお話をしたいと思います。以前ですね、遅配のところでお話しましたけども、とにかく車で、行動しているので先に先に考えて行動するというお話をしたと思います。で、遅刻についてもそうなんですけども基本あってはありません、遅刻というのは。しかし人間ですから、まあ1年に1回や2回は寝坊したりとか、そういうことがあるかと思います。でも、まあ寝坊しても遅刻しない人は遅刻しませんし、やっぱ普段からの心がけですよね。なので、時間についてはしっかりとも守ると、いうことを非常に大切に考えていただきたいと思います。まあ、1日24時間というのは、まあ、誰しもみんな平等に変わりません。そういった中では相手を待たせるとか、いうことは絶対にあってはならないので、しっかりとした時間管理、これはもう大人として大切なことなので、遅刻ということはもう絶対にないように心がけて仕事をしていただくということですね。で、この遅刻をしたために、結局命取りになることもたくさんあります。信用も失います。なので、そういった部分も非常に大切になってきますので気をつけてください。ということで今おもてなし便ではこのようにいろいろなテーマでですね皆様に、情報提供しております。まあ、こんなおもてなし便にご興味をお持ちになられた方、お気軽にご連絡いただけたらと思います。またですね同時に今ドライバーさんも大募集しております。今転職を考えている方、現在の職場環境に満足されていない方、またお仕事を探されている方、将来の安定成長を求めている方などのですね、そういう方がいましたらぜひですね、おもてなし便に一度、ご連絡いただけたらというふうに考えております。お気軽にご連絡いただき、選択肢のですね、一つに情報の一つにしていただければというふうに考えております。ぜひですねよろしくお願いいたします。ご連絡先申し上げます。 090-1996-4638 090-1996-4638 おもてなし便シーナの携帯までお気軽にご連絡いただけたらと思います。この動画はですね皆様との素晴らしいご縁のきっかけになることをですね願っております。ぜひよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。